はい、どうも、私です。ということで、宅出版よくわかるボケシリーズ合格テキスト2書簿記3級のテキストを学習する前に知っておくと、学習スムーズに進むであろう論点まとめた動画。テーマ14、様々な長文の関係を見ていきましょう。でね、おそらくこれパッと見たときに、皆さんすごく苦手意識持つと思うんですけども、本質的な論点というのはすでに学習していますので、それほどは難しい苦手意識持つ必要はないのかなというふうに思います。ではまずは仕分け帳から見ていきましょう。仕分け帳って何かというと、仕分けをする帳簿ということになりますので、もう皆さんはこういう形のスタイルで今までずっと学習してきていますよね。これが本質になります。で、ただ形式的には、仕分け帳というものに仕分けをしていくんだということで、その、フォーマットを確認していきましょうというところになります。ではまず上から見ていきましょう。仕分け帳というふうに書かれていますので、ここの帳簿に仕分けをしていくということになります。左から、これ日付。この適用欄ですけども、勘定科目と、それからその取引がどういったものかを簡単にメモする小書きというものもここに記載します。小書きについては特にそのフォーマットが決まっているわけではありませんので、各会社で分かるように書ければそれで OK ということになります。で、ここ元帳と言いますけども、ここについては後で説明をしますので差し当たって無視しておいてください。そして借方、左側に書く数字、貸方、右側に書く数字をここに記入していくということになります。で、こちらは、仕分け帳の番号ですけども、これも後で説明をしていきたいと思います。はい、じゃあ最初のところ見ていきましょう。まずは全ページより繰り越しというふうに書かれていますけども、これはページをまたぐ場合に、全ページの合計を、こちらに記載するということになります。全ページより繰り越しと、ページをまたぐ場合に、記録するもので、例えば前回のページの数字の合計が1000だったら、当然仕分けですので左も右も同じ数字記入するということになります。新しいページであればここの記載はないということになりますよね。で、次、この4月1日の取引、左当座預金100、資本金100という仕分けがここに記載されるということになります。で、その時のルールとしては、勘定科目をここカッコで囲うというのが、ポイントの一つになってきます。あとは左の仕分けは左の方に書いて、で、数字もこれ借方に書くと、ね、で、貸方、右側の方はこの適用欄の右の方に書いて、数字も貸方側に書いていくということになります。で、あとは小書きですけども、この取引、仕分けを、簡潔に示すような説明文をちょっと書いてあげればいいということで、この小書きに関してはそれぞれ書き方っていうのは特にあるわけではなくて、各会社が分かればいいといったものになってきます。では次行きましょう。で、ちょっと大きな仕分けになってきますけども、これ左側に2つの勘定科目、右に2つの勘定科目が出てくるような場合で、で、左に2つ以上の勘定科目出てきた場合には、ここ食地というふうに書きます。で、今回右も左も2つ以上、つまり2つ2つですので、左側にも右側にも食地というふうに書きます。つまり勘定科目が複数にわたった場合には食地というふうに書くんだよということになります。で、くれぐれもこの食地は勘定科目ではありませんので、カッコで結ばないと、囲まないということを気をつけておいてください。ただ単純に食地というふうに書くだけということになります。で、しつこいようですけど、勘定科目にはここカッコということになりますね。カッコで囲ってあげるよということになります。で、左側、借方の勘定科目の数字は借方側に、左側に書く。貸方の勘定科目の数字は右側に書くよということで、今回も小書き、ね、土地の売却ですよということで、こういう、表記をします。はい、次行きましょう。で、こちらに関しては、仕分けで、左側は勘定科目1つですので、食地という表現しなくていい。それに対して右側は現金と未払い金という2つの勘定科目出てきてますので、ここ食地というふうに記入してあるんですよということになります。つまり、左側であれ、借方側であれ、貸
その食事、括弧で囲わないというルールになっていきます。あとは左に書いたもの、ね、借方に書いたものは借方の欄に数字、ね、貸方側に書いた場合には貸方の欄に数字記入していくということになります。小書きの欄は、まあ、今回も備品の購入ということで、まあ、備品が増えて、まあ、現金100円と半分は未払いということの小売取引で、備品購入しましたよということを示すために小書きを記入するということになります。で、仮に、これをまた次のページまたぐ場合に余白があれば、ここ余白線ということでちょっと斜めに線を引いてあげます、ね、で、一旦ここの合計ですね、線とここ1、2、3、4、5、最初のページ1000円からスタートして1500ですので合計1500、こちらも最初の線で合計1、2、3、4、5、500ですので1500というふうに書いてあげると、それで次ページに繰り越しというふうに記入すれば OK ということになります。まあ、このあたりはこういうまあフォーマットなんだなというふうに割り切って、なんとか自分で手を動かしてやってみれば分かるんじゃないかなというふうに思いますし、ここに必要以上に神経質になる必要はないかなというふうに思います。期中取引があった場合に、まず仕分け帳に仕分けして、で次に総勘定元帳に転記をするという流れだったんですね。まあ、これはもう主要簿ということで必ずやらないといけないことなんですけども、今までは、まあ、略式で T の字書いて、で数字書いて、でここその数字の隣に相手勘定科目を記入するよ、あとはここ日付書くねぐらいな感じで説明していたと思います。でそれは確かに本質ではあるんですけども、まあ、実際の総勘定元帳のフォーマットというのは、まあ、以下に掲げるようなものになっていくということになります。で実は2パターンあって、以下で示すのは、まあ、標準式と言われているもの、いわゆる T 勘定のまんまというフォーマットになりますけども、あと他に残高式というものがありますなんですけど、標準式ちゃんと理解していれば残高式の理解はすぐにできるかなということで、ここでは標準式の説明をしていきたいと思います。でその下の総勘定元帳なんですけども、まあ、ごちゃごちゃ書いてありますけども、要するにこの T の字をイメージしてください。でそうすると、まあ、例えばここは当座預金の T 勘定なんだと、でこの数字はちょっと後で説明しますので、とりあえずパスしておきます。で、左側にも日付欄、右にも日付欄、左側にも適用欄、右側にも適用欄ありますね。で、視聴、ここは後で説明したいと思います。両方視聴があって、まあ、数字を書く借方、左側に数字を書く欄、借方、ね、右側にも数字を書く欄があるということになります。まあ、そう考えると、まあ、当座預金があって増えた時にはまず左に数字書くよねと、減った時には右に数字書くよねというルール、今までと全く同じだと。でこれで本質的なところ終わりなんだけど、相手勘定科目を書いてあげようねというのがこれになります。4月1日1000円当座預金増えましたと、でその相手勘定は資本金ですよという、ここに適用欄にメモをするということになります。いいですよね。まあ、あとは4月4日も100円増えましたよ、ね、当座預金が100円増えたら左に数字書いて、相手勘定科目売掛金、売掛金の回収だったんだねということが分かると思います。まあ、あとそれぞれ見てもらえればいいんじゃないかな。はい、いわゆる主要簿ということで仕分け帳と総勘定元帳の概略を見ていきましたが、次はさっき飛ばしたところを確認していきたいというふうに思います。何を飛ばしたかというと、実は仕分け帳のデータを総勘定元帳のデータに飛ばすとき、いわゆる転記をするときの手続きを、まあ、少し飛ばしていったということですので、それをここで確認していきたいというふうに思います。でまずこの図上、仕分け帳ということになっていて、まあ、今回1月1日に、まあ、現金出資があったと、で現金増えたねということで、左側に現金1万円、右側に資本金1万円という取引を仕分けしたという状況になります。で他方で下にあるのは、これ現金という T 勘定、つまり総勘定元帳の一つの勘定科目を示しています。実際には現金以外にもいろんな勘定科目があって、このような総勘定元帳の T 勘定のこの図がたくさんあるんですよ。そのうちの現金が今ここに実際に記載されていると、そういうイメージを持ってください。でそうすると、
まあ仕分けで左に記入した現金については T 勘定、現金の T 勘定を探して、あ、ここにあったと、現金の T 勘定ここにあったと、総勘定元帳に現金の T 勘定あったということが分かれば、左に数字を書いていくということになります。よろしいですね。これが本質ですよね。もう一回説明しますけれども、仕分けで左側に記入したものはここ T 勘定の左側に数字を記入すると、これが本質なんです。これだけでいいじゃんと言われればその通りなんですけども、もうちょっとちゃんと記入をしておこうということで話が進むんですよね。まず1つは日付、ああ1月1日にあった取引なので、総勘定元帳もここ1月1日を書いてあげる。で、そして現金の相手勘定は資本金だということですので、ここ資本金というふうに書いてあげる。まあそうすることによって、ここだけ見て、ああそうか、現金1月1日に1万円増えて、なんで増えたかというと、相手が資本金、ああそうか、追加出資があったんだということが、ここだけ見てわかるということになります。はい。で、ここまでは、まあ先ほどの説明の通りなんですけども、先ほど、ここの元帳、何帳目とかいう意味の帳なんですよ。で、ここも四帳、何帳目という意味の帳という漢字あるのを確認してほしいんですけども、まあ、ここの説明、さらには、ここ、肩に番号載ってますね。これ、仕分け帳のページ数であり、こちらも勘定科目、ね、現金という勘定科目の番号を、まあ、意味するんですけども、この話をしていきたいというふうに思います。で、まあ、現金に関して言うと、この現金左というデータを今ここに飛ばしたんですよね。で、飛ばした時に、この現金1万円左というデータが一体どこから転記されてきたのかっていうのを示すのが、この視聴欄になります。この視聴のここに今2と書きましたね。これは仕分帳の2番、2ページ、仕分帳の2ページから1万円現金増えたよというデータが飛んできたんですよということを示します。これは転記された元のところの番号を記入するという意味になります。ですので、総勘定元帳に書かれているのは仕帳、これ仕分帳の番号という意味で仕帳というふうに呼びます。よろしいでしょうか。総勘定元帳に書かれているのは仕帳です。仕分帳の何番から飛んできたんですかということを示すということになります。他方で仕分帳もここ元帳というふうに書いてあります。これ総勘定元帳の何番目という意味になってきて、これ現金左1万円増えたよということを、これ現金の番号1、勘定科目1番に飛ばしましたよということを意味する、そのための数字になってきます。わかります？ここの元帳欄、仕分帳にある元帳欄というのは、現金左増えたという情報をどこに飛ばしたかを示すもの、データを飛ばす先の番号を記入する。それに対して、こちらの総勘定元帳の視聴欄に上がっているのは、この現金1万円増えたという情報はどこから転記されてきたのかという意味で仕分帳の番号を記入するということになります。そうすると、ああそうか、この1万円というデータは仕分帳の2番から飛んできたっていうのがここで分かりますし、他方で仕分帳の現金1万円というデータをどこに飛ばしたのかっていうことが分かるように、まあ番号をそれぞれ付しているということになります。まあ、分かってしまえば簡単ですので、それほどなんかこうビビる必要はないかなというふうに思います。はい。仕分帳と総勘定元帳というのは、いわゆる主要簿ということで、どの会社も必ず用意しないといけないものになってきますが、今から説明するのは、いわゆる補助簿と言われているもので、会社が任意に必要であれば作ってくださいねと言われている、まあものの、まあ形式を見ていきたいというふうに思います。まあ、最初の現金出納帳、これ現金出納帳と読むんですけども、仕分帳って発生した都度記入していきますよね。
その補助をするのがいわゆる補助簿の中でも補助記入帳と言われているものになってきます。まあ、ですので現金の取引発生した都度この現金出納帳に記入をしていくということになります。その形式的なフォーマットがこちらになっているということになります。はい、じゃあ、 まあ見ていきますけども、そんなに難しいものではなくて、まあ、左側に日付で、適用欄というのはもう現金が増えたり減ったりしているというのは明らかなので、その現金取引があったどういうものかの概略をここに記入していくということになります。特に書き方フォーマットがあるわけではありませんので、会社それぞれ分かるように、その取引がどういう取引なのか分かるようなメモをすればいいということになります。で、次、これ収入増えた時には収入、減った時には支出欄で、一体今現在どれだけあるんですかというのがこの残高欄で表記されるということになります。ですのでそれほど難しくはないですね。まあ、例えばこれ4月1日の段階で、前月から繰り越された現金、まあ、1000円ありますねと、で繰り越された金額が1000円だったら、まあ残高も1000円ねということになります。で、まあ、ここももちろん総勘定元帳というものはあるんですよ。現金の総勘定元帳というのは別にあるってことはくれぐれも押さえておいてほしいんですけども、この現金出納帳も、まあ、あたかもこの T 勘定のように見ると、まあ、理解しやすいかなというふうに思います。なんですけど、しつこいようですけど、仕分け帳と総勘定元帳は別にあるので、ここは現金出納帳はただ現金の取引の詳細をメモしておこうというメモ帳だってことをしっかり押さえておいてください。で、その上でここもなんか T 勘定のように見ると分かりやすいよということになります。で、例えば今回現金4月の4日現金が増えて売掛金が減ったという仕分けあってやったとしますよ。これを仕分け帳に仕分けして総勘定元帳に転記したとします。で、ここ現金の情報ありますよね。だから仕分け帳と総勘定元帳に転記はするんですけども、それ以外のメモ帳として現金出納帳にも記入をするということになります。まあ、今回例えばね、実際のレシートとか見たら、愛知県株式会社からこれ売掛金を回収したんだよっていう、そういう取引であれば、ちょっとそこに適用欄に書いてあげて、まあ、現金100円増えたんだから100円収入欄に書いてあげる。で、続いて9日に、給料を従業員に払いましたよ、600円現金で払いましたよって言った時には、ここ現金仕分けして、で当然総勘定元帳も転記するんですけども、これ現金取引があるので、この現金なんで出ていったかってことを現金出納帳にメモをしておく、給料で支払ったんですよってメモをして、600円払いましたよというふうにメモを取っていくということになります。まあ、ですので、まあ、最初に1000円あった残高、4日に100円増えたから残高は1100円になりますよね。で、1000円、100円から600円、これ今回支出してますので、残高は500円になったという表現になります。はい、現金出納帳と本質的には同じなんですけども、まあ、ちょっと違うということで、当座預金出納帳も見ていこうかなというふうに思います。で、当座預金出納帳はもう当然当座預金の増減を記入すると。その仕分けにして総勘定元帳に転記するんだけど、でも当座預金の情報を別途管理しようということで、この現金当座預金出納帳というものを作るということになります。で、フォーマットとしては、まあ、やっぱりね、こちらも T の字をイメージしてもらえば、まあ、総勘定元帳と似たように考えることができますよといった論点と、あとは、まあ、左からこう日付、適用欄はその取引の、まあ、おおよその概略を記入する。で、小切手番号というのは、これ当座預金出納帳 の記入によってない場合もあるんですけども、ある場合には小切手を自分が振り出した時にその小切手の番号を記入する欄というふうに理解をしておいてください。で、小切手他社からもらうことありますけども、その場合は基本的には現金勘定でということですので、まあ、当座預金出納帳にはそもそも出てこないと。まあ、ですので、まあ、そういった意味でも、自分が振り出したときに、その振り出した小切手の番号を記入する欄だというふうに押さえておいてもらえれば十分かなというふうに思います。あとは、当座預金増えたときには預け入れ、減ったときには引き出し。で、当座借越の論点もすでに勉強してますけども、場合によっては残高が借り方、貸し方、両方出る可能性あるんですよね。まあ、ですので、どっちなんだいということを示すために、この借り方と貸し方の欄があると。あと、こちらは残高欄ということになります。
では具体的に見ていきましょう。まず4月の1日に、まあ、新しく、まあ、3月末から新しい月になりましたということで、月をまたぐの前月繰り越し、でその時の残高が、まあ、預け入れに500円ということで、まあ、預け入れが500円であれば当然借り方ですよね。借り方に残高ありますねと、まあ、当然金額は残高、ね、この預け入れの金額と同じと、前月繰り越しですからねということになります。でその上で4月の4日に例えばこんなような仕分けをしたと、で仕分け帳に仕分けをするんですよ。総勘定元帳に転記をする。その流れは主要簿の流れとして必ずやるんですけども、それとは別に、あ、当座預金も変化してるよね、だったら当座預金の情報を別途管理しようぜということで当座預金出納帳を用意している。でこの取引というのは、まあ、愛知株式会社から家計を回収したときに当座預金増えたんだよということで、まあ、現金や当座預金100円を左預け入れ欄に書くと。で、まあ、預け入れが増えたので借り方欄左側が多いというのはそのまま同じなので、ちょんちょん同様ですよという意味でちょんちょん。で当初の500円に100円足されたので残高600円になりましたよという流れになります。で続いて、まあ、例えば商品仕入れましたよといったとき、4月の9日商品、東京株式会社、東京社より商品 A 商品を仕入れましたねというのを適用欄にちょっと書いてあげて、この時に小切手を振り出したと。だから当座預金減らすんだけど、その時の番号202番だったということであれば、ここ記入をしてあげます。で小切手振り出したということは、まあ後々当座預金減少するよねということで、こちら当座預金勘定も引き出し欄に記入をしておく。で残高が600円の状態で200円減って残高が400になりますけども、左側つまり借り方残高は変わりませんので、ここも同じという意味でちょんちょんというふうに記入をしていく。こんな形で記入をしていくものになります。はい、補助記入帳の論点、次は仕入れ帳になります。まあ、商品仕入れた時に、まあ、その詳細を管理しておこうということで仕入れ帳というものがありますが、まあ、こちらもまあ見ていきましょう。基本的には日付、それから適用欄、これはどういった会社から、まあ、現金仕入れなのか掛け仕入れなのか、どういった商品を何個仕入れたのか、そういったものをメモしていきます。で基本的には金額ということになります。複数の商品を仕入れた場合はここの内訳欄に記入をしていくということになります。まあ、具体的に見ていきましょう。4月の例えば1日に商品を掛けで仕入れてきましたよということがあった場合、まあ、当然しつこいようですけど仕分けをして総勘定元帳に転記というのは従来通りの主要簿の流れとしてやるんですけども、それ以外に仕入れ勘定って大切だから、これちゃんと管理しようぜということで仕入れ帳にも記入をしていくということになります。今回山形株式会社から商品かけて仕入れましたよと。具体的に S 商品を10個、単価アットマークというのは単価を意味します。単価10円で仕入れましたよと、まあ、10個10円仕入れたということですので、金額は100円ということで、こういうふうに記入をしていきます。基本的にはまあそのまま書いていけばいいということになりますけども、返品があった場合というのはそのマイナスをしていくよということで、ちょっと見ていきたいというふうに思います。まあ、例えば上で仕入れた商品のうち10円部分はちょっと返品しましたよって言った時には、仕分けは逆仕分けをしていきますね。仕分けは逆仕分けをしていくんですけども、まあ、その仕入れ帳の記入としては、まずは4月の4日に、まあ、先ほども同じ山形商店株式会社に商品を返品しましたよと。でこのどういう S 商品を1個単価10円のものを返品しましたよと、まあ、合計10円ですので、ここ三角はマイナスを意味します。マイナスの10円というふうに記入することで返品の、まあ、メモをするということになります。仕入れに関する帳簿があるんだったら、まあ、補助記入帳があるんだったら売上に関する補助記入帳もあっていいでしょうということで、まあ、売上帳も見ていきましょう。まあ、考え方書き方同じになります。よろしいでしょうか。日付があって適用欄があって、適用欄にはどういう会社からどういうふうに仕入れたのか、何を何個仕入れたのか、そういうものが書かれます。で複数の商品仕入れた場合にはもう内訳欄に記入する、まあ、金額こちらに記入するということ、それだけです。具体的に見ていきましょう。まあ、例えば4月の1日に商品を掛けで100円売りましたよと。どこに売ったんですか。秋田商店株式会社に売って掛けで売ったんですよと。
で、どの商品を何個、単価いくらで、ここは売価で出てきますね。いくらで売ったんですかということで、100円を記入する。こちら売価になってきます。で、他方で、返品がありましたよといった場合には、こちら逆仕分け。仕分け自体は逆仕分けですね。左に仕分けしたものは右に、右に仕分けしたものは左に、逆仕分けをしてあげればいいですねということになります。で、やっぱりどこの会社、山形商株式会社に対して商品返品しましたよ、何を何個、単価いくらのものを返品しましたよというところで、三角、マイナス、売上のマイナスという意味でマイナス10というふうに記入していくということになります。実務で手形の流通量というのはそれほど多くはありませんし、今後出目は低くなるんだろうなというふうに思いますけども、一見すると難しそうなフォーマットをしていますので、ちゃんと見ておこうかなというふうに思います。受取手形、記入帳ですよね。で、まず左から見ていきますけども、日付で、手形の種類というのは、昔為替手形というものがあったんですけども、今は産休の範囲ではありませんので、手形の種類といえば約束手形だけですので、約というふうに出てくるはず。で、手形には番号が付されてますので、その番号で、受取手形を、増えた時の相手勘定を、適用欄に書いていくということになります。はい、それからその手形を受け取ったんですけども、結局誰が支払うのかという意味で、その支払人の名前がこちらに出てきて、で、基本的にはその支払人と数字の名前同じになるとは思うんですけども、そもそも手形、誰が振り出したのかという意味で振り出し人で、産休の範囲からそれたと思うんですけども、裏書きというのは、持っている手形の裏に名前とか住所を書いて、現金のように相手に渡すことができるんですよね。で、もし自分がその裏に書いて相手に渡したら、自分が裏書き人になるわけですし、手形を受け取った時に、相手が、それとは別の会社が振り出した手形をその人が裏書きして、僕らの会社に渡したっていう場合は、その人が裏書き人ということになります。ですけど、産休の範囲からそれてますので、ここでね、皆さんの、ミスを誘うような問題というのは出されないだろうなというふうに思います。ですので、手形を誰からもらったのかということで、東京株式会社で、もらった人から大体払うので、支払い人もほとんどのケース同じになるんじゃないかなというふうに思います。で、次、振出日は手形が振り出された日ですし、手形が満期、いつお金決済するのかと、その満期日もここに記載すると。で、手形の場合は銀行開始手ということですので、銀行名が支払い場所に記入されていくと、渋谷銀行ですね。で、肝心のその手形の金額がここに、手形金額のところに書かれていくということになります。基本的には受取手形増加した時に、こちらの左側の情報を埋めていくということになって、で、その手形決済された時には、今度は顛末欄ということで、この小さなこっち右側ですね、この顛末欄に記入をしていくということになります。増えた時は左のここずらずら書いていって、その手形決済されたよって言った時には、右に書いていく、もしくは手形裏書きするってことは単休ではないと思いますけども、その手放した時も顛末欄に記入をしていくということになります。じゃあ具体的に見ていきますけども、例えば受取手形を300円、家計の回収ですね、売掛金を回収するときに、手形受け取ったよって言ったときには、これもね、日付、約束手形か、約束手形しかないですね。で、手形には番号が振ってありますよと。で、受取手形、相手勘定売掛金だから、ここ売掛金ですよと。この手形誰が振り出したんですか、支払い人も同じ、振り出し人も、裏書き人じゃなくて、今回は振り出し人なんですかね、東京株式会社という会社名、相手の会社名を書くと。で、日付、振り出した日ですね。だから、これもらった日と振り出し日が同じだから、これ裏書きはありえないということでしょうかね。で、その1ヶ月後に満期が来ますよとか、この辺は手形に書かれている情報になりますので、仕事の上の仕分けから分かるというものではありません。渋谷銀行とかいうのも、手形のところに記載されていると。金額はここ300円ということで書かれていたと。で、この後ですね、手形が決済された時に、受取手形が、当座預金に入金がありましたよと、当座預金が、手形が決済されましたよって言った時には、この顛末欄に、4月の30日に、当座預金に入金があって、結局受取手形は、なくなりましたよという記入をしていくということになります。
はい、最後は支払い手形記入帳ですけども、まあ、フォーマットとしては先ほどの受取手形記入帳と同じということになりますが、ただちょっと注意が必要なのは、ここですね、まあ、受取手形記入帳のやっぱり支払い手形を受け取ったときに、支払い手形を受け取ったときに、まあ、こちらに記入をして、その手形が決済されたときに、顛末欄に書くというフォーマットをしっかり押さえておいてください。くれぐれも、あれ？支払い手形って負債だよね？負債って増えたら右だよねと言って、増えたときに右に書くというものではないので、その辺は誤解のないようにお願いします。で、内容については日付、手形の種類、番号、相手適用、受取人と、まあ、振り出し人。まあ、今回は支払い手形を振り出すのは支払い手形について書くので、支払い手形を振り出したのは、まあ、基本的には当社になってくるし、誰に渡したんですか、でその手形を受け取ったのは誰ですかという意味で受取人、これ相手の会社名がここに記載されていく。で、振り出した日と満期日が記載されていって、まあ、手形に記載されている、どこで決済されるかの銀行名で、手形の金額がこちらに書かれていくということになります。まあ、例えば、まあ、こういう取引がありましたよと。で、当社が賭けの決済として、まあ、手形を振り出したって言った時に、まあ、こういう表記がされていくよということになります。で、あとは、その支払い手形が期日になって、決済されて、で、当社の当座預金の口座から出金がされましたよって言った時には、まあ、こういう仕分けになっていきます。まあ、当然負債は減るとともに当座預金はなくなるよと。ですので、支払い手形が決済されたので、顛末欄に記入をしていく。当座預金から支払われましたよというふうにちょっとメモをしておくといった形になります。まあ、基本的には受取手形の、まあ、逆バージョンということですので、本質的には同じというふうに理解してもらっていいかなというふうに思います。はい、これまで補助記入帳の具体的なものを少し見てきたんですけども、改めての整理していきたいというふうに思います。以前の動画で国事現金出納帳とかも見ているんですけども、おおよそ補助簿っていうものは、そもそも先ほども言いましたけど、2つに分かれています。特にこの2つを厳密に分けないといけないというわけではないんですけども、一応補助記入帳というのは、特定の取引の詳細を発生順に記録をするという意味で、これ仕分帳とタイプは同じになります。なので仕分帳の補助をするのが補助記入帳であって、補助元帳というのは、特定の勘定科目の内訳明細を記録ということですので、これはいわゆる総勘定元帳の本来の役割ですよね。だから総勘定元帳を補助するのが補助元帳ということになってきます。とはいっても、この2つ区別しないといけないかどうかというのが問題ではなくて、大切なのは主要簿、仕分帳と総勘定元帳をそれぞれ補助するのがいわゆる補助簿なんだという、そこを押さえておけばいいかなというふうに思います。で、あとは、そのそれぞれある補助簿というのは、これはもう問題文の指示がまず出てきます。これを補助簿としているケースどうなんだいということで、何が補助簿になっているかっていうのは、問題文の指示に従えばいいんですけども、大雑把にその補助簿たちが何を目的としたものなのかっていうのをまず把握してください。そうすれば、問題文とかでこういう取引があった時に、どういう補助簿に記入するんですかという問題出るんですけども、その取引を頭の中で仕分けして、で仕分けすれば勘定科目分かって、でどの勘定科目とどの補助簿が連結するのかっていうのを整理しておきさえすれば、この類の問題というのはそれほど苦労しないかなというふうに思います。具体的に見ていきますが、まず最初、例えば仕入れ買掛金、つまり掛け仕入れの取引がありましたよと。で、これ問題文で、買掛金、商品仕入れて掛けとしたみたいなのが問題出るんですよね。そしたら頭の中で仕分けして、これをイメージして、そうすると仕入れ勘定というのは、まず仕入れ帳という補助簿あったよねと。あと、商品仕入れるということですので、商品増える、だから商品有高帳、以前やりましたね、商品有高帳とも関係するねということを、まずイメージできるようになればいいということになります。あと、買掛金についてもテキストにもあるんですけども、買掛金元帳と、ね、商品を仕入れた時に、後でお金払わないといけない、どの会社に対して払わないといけないものかっていうのは、当然管理しないといけなくて、その管理しているのが、買掛金元帳ということになりますので、その辺整理しておけば、こういうこの手の類の取引があった時には、ああ、そうか、仕入れ勘定が出るということは仕入れ帳と商品有高帳に記入をするんだと。
買掛金があれば買掛金元帳に、まあ、記録を取ることがあるということが分かるということになります。まあ、同様にもう一つ見ていきますが、掛け売り上げですね。これも売掛金がまず勘定科目としてあるのであれば、これ売掛金元帳というものに記録を取るんだと。まあ、必ずしも取るわけじゃなくて、まあ、補助簿として設定されてあれば売掛金元帳に記録を取るようなというところを整理しておけばよくて、あと売上ですよね。売上もまずは売上帳と、もう一つは商品売ったら、まあ、当然商品、手元の商品減るので商品有高帳に記入をするんだというふうに整理することができるということになります。まあ、ですので皆さんがやるのは、まずは補助簿の目的は何なのか、それが具体的にどの勘定科目と関連しているのかっていうのを整理しておくということになります。よろしいでしょうか。で、あえてなんでここで商品の仕入れと売上の話を2つ例に持ってきたかというと、ここはすごく重要なポイントで、特に産休に関して言うとですね、1つの勘定科目、つまり仕入れという1つの勘定科目で2つの補助簿に記入を取るというのは、実は仕入れ勘定と売上勘定だけなんですよ。ですので、まず仕入れに関しては仕入れ帳と有高帳、売上に関しては売上帳と商品有高帳、2つあるんだと。それ以外は1つの勘定科目に対して、まあ、1つの補助簿が対応しうるというふうに整理することができるということになります。じゃあ商品の仕入れと売上以外を具体的に見ていきましょう。まあ、例えば商品も現金で、まあ、掛けの決済をしましたよみたいな問題があったら、まず頭でこれ仕分けをすると。でそしたら現金増えてるよね、だったら現金出納帳絡むよね、売掛金減ってるね、だったら売掛金元帳とちょっと絡むよねと、そういうふうに整理すればいいということになります。で次、給料、現金で払いましたということで、給料に関しては、まあ、問題文の指示にもよるんですけども、まあ、おおよそ補助簿にはないと思います。でただ、現金の減少に関しては、現金出納帳絡むので、こちら、現金出納帳を記録すればいいということになります。で何が補助簿になってて、何が補助簿でないのかっていうのは、問題文の指示でありますので、それほど神経質になる必要はないかなというふうに思います。まあ、続いていきますけども、まあ、当座預金、まあ、家計を回収して当座預金に入金したよって言った時には、当座預金が増えた、だったら当座預金出納帳、売掛金減ったら売掛金元帳と、そういうふうに基本的に1対1、1つの勘定科目と1つの補助簿が対応してきます。ですね。まあ、売掛金の回収で受け取り手形増えましたよ、受け取り手形記入帳だね、売掛金減ったよ、売掛金元帳ですよねと。まあ、手形、その手形を、当座預金で回収したよって言ったら、まあ、当座預金増加したら当座預金出納帳、受け取り手形減少したら受け取り手形記入帳に記入をしますよと。まあ、あとは、まあ、買掛金を、まあ、支払うときに手形発行しましたよ、振り出しましたよって言ったら、売掛金減少は売掛金元帳ですし、支払い手形を発行した場合、振り出した場合には支払い手形記入帳に、まあ、補助簿に記入しうるということになります。でその手形を当座預金で決済しましたよということであれば、当座預金の支払い手形の減少は支払い手形記入帳ですし、当座預金の減少は当座預金出納帳に記録を取りうるということになります。まあ、ですのでで皆さんはまず仕入れ、売上、この勘定科目は商品有高帳が絡むので2つ出てきますよと。それ以外は1つの勘定科目と1つの補助簿が対応しうると。でどれが補助簿になっているのかっていうのは問題文の指示に従うということを押さえておけば、まあ、おそらくこの類の問題、それほど苦労することはないだろうというふうに思います。